よくできてるね。あーびっくりした。なんだお前、これは今日、今夜何か起こりますね。間違いないと思います。今夜はこれ、わー、もう時間か、準備しなきゃ、着替えよう。いや、どんな家よ、怖すぎるだろう。うわ、怖っこの家。え、めちゃめちゃ怖くないこの家。懐中電灯を持っていかないと危ない、ね、懐中電灯を持っていかないと危ない家ってどんなやねん。むちゃくちゃやぞ言ってること。え、どんな家、うん、準備しないと。食べる、着替える、懐中電灯を持つ。あー、なにこれ、これ、これ入り口。ご飯を食べるとは、もう真っ暗だよね。どういうこと。このゲームここで積むやつおる。積んだんですけど。なあ、温めよう。レンジがねえ、ここかよ。だ、うっさ。カルルさん100ビットありがとうございます。あんまんか、あーい、待って、んマイクラの音じゃないか俺。マイクラの音をスローモーションにしたんじゃないか俺。今マイクラの音がただスローモーションになってるだけに聞こえたんだけど。いや、どんな家、クソ怖いんだけど。コンビニより絶対ここの方が怖いだろ。ああ、何座り込んだんじゃ。いや、お前顔怖っ。わしは何がここで、ここで何があったか知ってる。夢でお前ら全員に忠告しろと言われた。誰からかは言えねえけどな。俺はその裁きの日を待ってる。ヒャー、はっきり言って申し訳ないけど気が狂ってる。うわ、肉まん食いてー。え、ちょっと待って、このゲームで一番クオリティ高いもん見つけた。あ、ちょっと待って、なんかクワガタ入ってね。なんこれ、昆布。めっちゃクワガタに見えるんだけど。お父さん食堂、え、なにこれ、割と最近のこれ。カトリシンゴ、これシンゴちゃんでしょ。パン盗もう。あ、なんだ、夜にはいくつかの売れ残りの賞味期限が近くなっていると思う。誰か確認してくれないか。マネージャー、防犯カメラを見る。おっ、見てる、出勤すっか。はっ、いや、愛想悪っ。いや、これどうすんのマネージャー。ありがとうございます、またお越しくださいませ。うわぁ、戦車かよ、キャタピラだろもう。ん、この演出いる。便利な道や。は？なんか開いたんだけど。なったわ。自動ドアバグってた。配達業にしてはかなり夜遅いですよね。最近夜遅くまで開いてるコンビニは、には特別に配達を行うシステムができたんですよね。おっと、ここの配達物もこのコンビニ直接の受け取りになっているようですね。あれ？乗っている名前と君のネームプレートと同じですようですね。これ外国のゲームだろ絶対。直接の直が中国の直、直接のお渡しとなります。めちゃめちゃ受け取りたくないんだけど。嘘くせえこの男。家に持ち帰る。は？よく見る。ていうかバイトはどうなったん。工事現場じゃん裏の。わあ、びっくりしたー。どういうこと？もうこれ行っていいの？コンビニ。昨日ネズミを店の裏で見た。ゴミ箱を荒らされていた。これを読んでる人、大至急お願いします。うわ、いるわーこういう言い方するやつ。大至急お願いします。よろしくお願いします。みたいなさ。何をよろしくなのか言えや。ネズミ？ネズミ？もしかしてネズミってインゴ？ん？なんか今映ってなかった。
なんかいるぞ。うわ、顔こわ。ガチでネズミいるやん。後ろ足見て、完全に人の足なんだけど。スプレーでネズミ殺すってむちゃくちゃじゃない？普通こんなことしないよな。使ってるやつも死ぬぞ。あ、ばあさんは？おるわ。お前まさかトイレ借りに来たとか言うんじゃねえだろうな。うわ、こわ。ちょっとさ、これさ、監視カメラでこっそり見ようぜ。不審な人物がいる。ちょっと待って、これどうやって戻るの？なあ、おりゃ急いでんだ。だから早く、ビール5個とタバコを持ってきてくれねえか。いい子だからさ。ビールなんつってた？タバコ？ん？一本ずつ？なんか不思議なゲームだな、これは。うわ、出てきた。怖っ、ゾワッとしたわ。よくできてるね。あー、びっくりした。なんだお前。この場所は私の娘の家じゃ。どうしてくれたんじゃ。娘の家を返せ。ガチでトイレだけ借りてきて帰ったんだけど、こいつむちゃくちゃやな、マジで。うわー、びっくりした。なんだよ。うわー、めちゃくちゃこいつ。あいつが一番怖いわ。またなんか荷物持ってきた。また会いましたね。最近オンラインショッピングを利用する人が急激に増えてますからね。ということで、ここに配達を受け取りに来たんですけど。配達箱、ああ、これかな。渡す。なんだろうね。なんか何も起きないね。ああ、びっくりした。ダイナマイトだ。なんか人来たわ。いらっしゃい。てか最初の日に持って帰ってきた箱何？ああ、あん中にビデオが入ってたのか。よく見る。はい。ん？何？なんかようわからんかったな。え、何これ？なんかテクスチャーバグってない？あ、傘か。懐中電灯とかないじゃん。俺持ってたよな。本当に何も見えないんだけど。 F！ ナイス。あ、これは今夜何か起こりますね。間違いないと思います。今夜はこれ。わあ、びっくりした、マジで。なんだこいつ。はあ、マジムカつくわこいつ。船橋拓也、今まで一言も喋んなかったくせに。ん？棚を常にいっぱいにするのが家のモットーだ。家？ああ、うち？翻訳ミス的な。もう3日前ぐらい前からずっと開きっぱなしなんだよな、裏口と便所。うわ、食いてえ。うわ、ポテチ食いてえ。ん？しまった。は？またどうせあいつがバーとか言ってくんだろう。え、ちょっと。なんだ？なんだ？なんだったの？何演出？うわ、なんかまためんどくさそうなやつ来たな。おっす、浜田ですけど、エアコンの調子が悪いんだって？最近暑いからな、商品が心配なんだろう。こんな夜中に呼び出してさ。まあ俺のことは気にすんな。すぐ見てすぐ帰る。どうせ大した問題じゃないと思うから。怪しい。多分クーラーの点検ってことは、店の裏の通気口っていうか、なんかあのファンみたいな回ってるやつあるじゃん。あそこに来るはずだから、監視カメラで見て、なんか悪いことしてたらすぐ殺そう。ちょうどほら、殺すそうなもんあるし、消毒用エタノールめちゃめちゃあるわ。これで殺そう。あ、ほら、来た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 。でもね、俺の予想だとね、多分こいつ死ぬね。あ、裏口開いてんだけど。工事中の場所開いてんだけど。こいつ修理するふりしてる。うわっ、こいつがネズミの正体かよ。こいつ嘘つきだな。こいつ怪しいわ。こいつ犯人だと思うわ。かけるわ。こいつ犯人だわ。犯人は浜田、間違いない。は？うわー、なんかもうツッコミどころが、ツッ
込みどころが多すぎて即帰宅っていうところにも驚きを隠せないし、あんな挙動すんのも俺は信じられない。ねえ、今一人信じられない。こんな夜中に女の子一人で働かせるなんてあれね、ついふみだ。そっか、これしかなかったのね。せめて私のお守りだけは持っていきなさい。気をつけてね。お守りの確認とかできないんだな。怖いわ。いきなりコンビニに来て女の子一人でかわいそうとか言ってお守り渡してくるばあさん、普通に怖いわ。